ショイグ国防省にによるるる兵兵らの軍事訓練視察映像をを公開、徴兵に対す動揺と反発を抑える狙いか、ロシアロシアのショイグ国防省は4日までにウクライナに派遣される志願兵らの軍事訓練施設を訪れその映像が公開されたロシア国防省は4日ショイグ国防省がウクライナに派遣される志願兵や契約軍人の軍事訓練を視察する映像を公開したショイグ国防省は3日 これまでに33万5000人以上が軍や志願部隊で戦闘に参加する契約を交わしたとして、追加の動員をする計画はないとしている。ロシア軍の兵力不足が指摘される中、ショイグ氏の発言は志願兵の確保や民間軍事会社ワグネルの戦闘員の部隊への吸収が順調に進んでいる可能性を示唆している。ロシアでは9月末、秋の定期的な徴兵が13万人を対象に行われると発表されたが。 ロシア参謀本部は徴兵された人がウクライナの前線に派遣されることはないと強調していて今回映像を公開することで徴兵に対する動揺と反発を抑える狙いもあるとみられるこのまま放置するといずれ中国社会は大変なことになるこれまでの中国には存在しなかった人たち中国は不思議な国である今ほど中国が読みにくい時代はなく かつ今後ますます不思議な国になっていくであろう中国。そんな中、不思議な中国の中の新語、流行語、陰語は中国社会の本質をつかむ貴重な生情報であり、中国を知る必読書だ。剣ラオ図。流行語というのは流行りすたりであって、通常は1、2年もすれば忘れ去られていく。それは日本でも中国でも同じである。ところが、何年も流行語であり続け、 ある中国社会科学院語源研究所編纂の現代看護師展第6版2012年に格上げ収録された流行語があるそれがケンラオズーだケンはかじるローは親を意味するすなわちケンラオズーは親のすねかじり族いい年していつまでも親のすねばかりかじっている若者を指すケンラオズーが中国で話題になりだしたのは胡錦涛政権前期の2005年のことだ 都市部にマンションの建設ラッシュが起こり市民がマイホームを持ち始めた頃である1980年代までの中国というのは民営企業は存在せず学校を卒業すると就職先は国家機関か国有企業などの単位単位だった失業者ゼロというのが社会主義国の建前だったのですべての若者が単位に組み込まれたそして基本的に結婚すると文房 フェンファンと言って社宅を与えられたところが21世紀に入って民営企業が勃興し民営企業への就職が一般化しだした同時に単位は文房を辞め人々はマンションを購入するようになったそうした社会背景の下でそれまでの中国には存在しなかったケンラオズーが生まれたのである2005年当時ケンラオズーの専門家としてマスコミで引っ張りだこだった科研科四川理工学院 政法学部副教授は、県ラオズを以下の6種類類に分類した。第1類全面依頼型一人っ子世代で両親の愛情を一身に受けて育ったため成人しても自分で独立していこうという意思に欠ける若者たち海戦・山戦の人々の社会に飛び込んでいく勇気がなく相変わらず親に依存している第2類部分依頼型100%親に依存したり就職を拒否しているわけではないが 当面は親のの家があるるからとのんびりしたた生活を送っている若者たち第三類、冷淡型。親に反抗していたりして、締め切った自室で親とは別世界に来ているが、それでも親のすねをかじって暮らしているタイプ。第四類、消極型。大学時代に遊びすぎたり、望んでいた仕事に就けなかったりして、ぶらぶらしている若者たち。第五類、悪意型。職場をクビになったりして、 悪クセ働くことに嫌気がさしてしまい、いっそのこと親のすねをかじって生きてやろうと決意しているタイプ。第6位、家事型。病気になったりして自宅にいる期間が長くなるうちに、父母の面倒を見たり、家事をして過ごすことに慣れてしまった若者たち。いずれにしても2005年当時に議論されていたのは、このまま県談オズを放置しておくと、いずれ中国社会は大変なことになるということだった。だが良くも悪くも、 応用だった胡錦濤政権は、特に政府として手段を講じることはなかった。経済は右肩上がりで順風満帆に成長していたし。少しくらい県労族がいようが、社会全体としては十分吸収できたのである。余裕があったということだ。だが、それから十五年以上を経た二千二十二年夏、中国政府は大当てをすることになった。コロナ禍は三年目に突入し、習近平主席が極端な鈍態沈臨。 ゼロコロコナ政策に固執したため中国経済は苦境に立たされた第2四半期4月から6月の経済成長率は0.4%と低迷3月の全国人民代表大会の政府活動報告で李克強首相は5.5%前後の成長目標を高らかに宣言したというのに早くも失速してしまった特に前日のように7月の若年層 16歳から24歳の失業率が過去最高の19.9%を記録した問題は深刻だったその間政府は教師傍観していたわけではない企業と学生とのマッチングをサポートしたり雇用を増やした企業の税金を優遇するといった措置を取ってきた大学院に進学する枠を増やしたり一帯一路沿線国での就業の奨励まで行っただがそれらは所詮は微方策であり 中国経済が健全に発展していかないととても大量の若者は受け入れきれないそうした中2022年にケンラオズは若者たちの主流を占めると言っても過言ではない存在になった2005年に出現し始めた頃は大人たちからキーな目で見られていたが今やあなたも堅牢私も堅牢であるバイドゥのティエバーネット掲示板の中にあるケンラオズ掲示板には23.9万件 2022年9月現在もの書き込みがあって剣羅王通たちの間で日々たわいもない意見交換が展開されている例えばある日新入りが僕はケン羅オ3年目で今欲しいのは同じケン羅オ彼女ですと自己紹介したするとケン羅オカップルは何して過ごすんだやっぱりスマホゲームだろうなどと議論が進んでいく別のところではこんなに大きなスイカを食べたという話からスイカ論議になっていた このようなケンダオズが40代50代になったら中国社会は一体どうなってしまうのか親はいなくともその遺産さえあればよいということなのかちなみに2022年現在中国に相続税は存在しないがおそらく将来は導入されるだろうさらに最近の中国社会にはケンダオズから派生したような種族が次々に登場している以下彼らに付けられた名前を追ってみよう 今日は巨人、巨体で、A は A 治、すなわち赤ちゃんだ。体重5000グラムで生まれた巨体な赤ちゃんのことではない。成長して少年、少女になっても、果ては成人しても、相変わらず赤ん坊のような精神年齢しか持ち合わせていない若者たちを指す。私は2008年から週に一度、明治大学で東アジア国際関係論を教えており、毎年数十人の中国人留学生に接している。 その中で最近の中国人留学生の傾向の一つが、男女問わず、やや小ぶりで甘ったる中国語を話す若者が増えたことだ。100分の授業後、彼らが質問しに来たと思ったら、先生、コンビニのアイスクリームは何がおいしいですかなどと聞いてくる。これが噂の樹飲かと苦笑してしまう。サオメイズ、英語にすればストロベリージェネレーション、日本語ならイチゴ世代、すなわち 見た目はきらびやかで美しいが中身は水っぽい弱々しい若者たちを指す流行語だやはり明治大学で尖閣諸島問題について抗議していた時のことおしゃれな格好をした中国人留学生の女性が挙手して魚釣島尖閣諸島は中国固有の領土ですと反論したそこで私はではなぜ中国の固有の領土なのか皆に説明してくださいと促したそうしたら彼女は言った だって CCTV 中国中央電子大がそう報じているんだもん。